それではホームテケバジャール宮崎のスターティングメンバーからご紹介してまいりましょう。いつもと同じ 4-4-2 のフォーメーションで予想しました。前節と1人変わっています。ゴールキーパーは清水、ディフェンスは4枚、右から青山、西岡、真鍋、大熊、中盤深いところに江口と下沢、右に永田、今日はそして左に石津が入ると予想しました。左右はこの後ゲームを見ながら確認をしていきましょう。ツートップには青戸と橋本と予想しています。こちらは前節と同じメンバーで来ました。ゴールキーパー徳重、ディフェンスは4枚、右から三原、大城、小川、左に山口、中盤深いところに森脇と矢田、右に前節決勝ゴールの曽根田、左に2試合連続3アシストの茂木、前には3試合連続3ゴールの松田、2試合連続、そして左には曽田と予想しました。ここからは小川から前へ、松田飛ばして三原、グラウンダー正面です。いい形ができました。愛媛走り込んでいる曽根田、一度止めた後拾い直す、4人で囲む宮崎、シュート正面だ、押し込んだ、ボールはポストのわずかに外でした。松田力、ボール一つ分だったでしょうか。ここに詰めている松田力です。ゴールに向かうボール、大熊健太、ショートコーナーデザインしてきた、もう一度回って大熊、シュートだー、シュートでした。大熊健太見せます。キープする、ベンダーカン頑張っている、一度はたいて松田力、逆風ものともせずに松田力、ここで時間を作っておいて、曽根田から松田、体張る、小川かわして永田、逆サイドへ落として橋本、クロスバーのわずかに上、いい形でした。伸ばしてくる、抜ける、キーパーの向こう側でボールが動く、かき出す宮崎、これが愛媛のエースです。コースはなかったかもしれません。外山口、速いボール抜けていく、正面になりました。曽根田豊、前を向く松田が中で待っている、スルーパス、松田力正面だ、ポストの左、抜群の抜け出しでした松田力、シュートはわずかにポストの左、代わって入った宮崎、25番の高橋がブロックしました。クロスが入ってくる、胸トラップ、オフサイドのフラッグが上がっています。わずかというところでしたが、松田、宮崎が阻んでいます。前へ、南野、ヘッドで落とす、走り直す、守備が2、正面のシュートはゴールキーパー徳重、スーパーファインセーブ、高橋決めれば J リーグ初ゴールという場面でした。永田から持ち上がる、山崎、ギュンギュン行く、エリアの外なのか、靴のギュンギュン、エリアのわずかに外、左の大熊か、右の下沢か、時計が動く、
にかける、大熊がフォローする、試合終了を告げる長いホイッスル、去年の10月に続いて勝ち点1を分け合って、今回もどちらも負けませんでした。